エピソードナンバー9、科学とオカルトの間で。さて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 、今回の事件、科学捜査も重要だけど、私としては魔女としての本領も発揮しないといけないわね。私、如月光子は科捜研の所長にして巫女の家系に名を連ねる、ちょっぴり不思議な能力を持ってたりするのよ。不思議っていうのが具体的に何かというと、普通の人の目に見えないもののことを感じたり話したりとか、まあ俗に言う霊能力ってやつのことね。学生時代はそういうものが見えるのなんて嫌だったけど、一度その存在を認めちゃえば逆に便利なものに早変わりするの。それこそ今私がやっているような犯罪捜査なんかにはね、人の死が関わっているなら、その死んだ人の霊が、そうでないにしても髪の毛にこもった怨念とかから事件の概要を推察するなんてこともできる。まあ残念ながら霊能力なんてものは証拠として採用されないんだけど、だから普段は科捜研の所長として霊能力とは違う立場から物を言わぬ者の声を聞いてるってわけ。ただ今回の事件は積極的に霊能力の方を活用した方がいいかもしれないわね。何を隠そう、私が直接ここに出向いてきているのはこのテレビ局から良くないものをビンビンに感じているから。加納由紀の霊だけじゃない、それ以外にも様々な怨念を感じる。例えばこのステージの上だけに限ってみても、リハーサル中に落下したスポットライトの直撃にあった女優の霊、それから出世を妬まれた先輩に麻薬所持を押し付けられてそのまま逮捕、キャリアも人生も棒に振ったアイドルの例、あとは子役として成功したけど親の搾取と周囲のいじめから自殺した子の例か。なんだかいたたまれない話ね。おっといけない、私が捜査したいのはこの子たちじゃなくて加納由紀ただ一人だった。なぜ私が加納由紀を探しているのかというと、答えは至って簡単。犯人を教えてもらうためよ。死因は分かったけど、未だに自殺なのか他殺なのか事故なのか判然としないっていうのはやっぱり気になるじゃない。で、被害者に直接話が聞けるのなら聞いてしまえばいいじゃない。合理的でしょ。それやっちゃったらおしまいじゃないですか。推理小説だったら反則技だけど、これって現実の捜査だから早く真実を見つけてあげないと。もう全部あいつ一人でいいんじゃないかな。加納由紀、加納由紀、ああいけない、違う子たちに目移りしてる間に移動しちゃってる。多分こっち、違う、さっきの女優の例だわ。ならばこっち、手応えあり。さっきの子役の例じゃない。もう霊が多すぎるのよ。おかげで目的の相手が見つからないじゃない。あ、みっけ。さっきからフラフラと何をしている。あら、正臣さんじゃない。何言って、加納由紀に犯人を教えてもらおうと思って。冗談もほどほどにしろ。ふーん、冗談じゃないんだけどな。まあ正臣さんオカルト否定派だから仕方ないか。もうじき40だというのに未だに魔女だの霊だの。いい加減腰を落ち着けたらどうだ。随分と辛辣ね。失礼ね、私は永遠の18歳なんだから。それに腰を落ち着けるなんて無理。腰っていうのは振るためにあるものよ。おばさん。言ってろ。反応鈍いな。瀬名くんあたりなら顔真っ赤にして面白いリアクション取ってくれるんだけどな。まあ正臣さんならだったらアイゼンの方に行けとか突き放すんだろうけど。それで何の用かしら。今このテレビ局で起こっている奇妙な事件のことは聞いているか。ああ、玉で栄えと松岡ルミが被害に遭ったっていう。玉で栄えは割れる傾向と、松岡ルミは合わせ鏡の自分の過去だったかしら。それに関する見解を聞きに来た。ん？それはどういう意味かしら。
見解って科捜研の所長としての？それだったら咲ちゃんが一足早く解明したんじゃなかったかしら。玉で栄の件は熱に弱い素材を使ったトリック、松岡ルミの方は彼女が知らないプロジェクターを利用したいたずら。そうだ、事実蛍光灯はガラスでなくポリマー樹脂、プロジェクターも玉で栄の指示だったという証言を聞いた。ただそんなに都合よくいくのかということでしょう。その通りだ。蛍光灯の件はあまりにも都合が良すぎるし、プロジェクターの件も指示されていた内容は全く別の映像を流すことだった。前者は熱変性で割れるようにしたといっても割れるタイミングが完璧すぎる。後者はそもそも意図に反する現象が起こっている。つまり聞きたいのはこういうことかしら。科学的ではない何者かが介在している可能性はあるわね。あら、否定しないの？聞くだけ聞いてやる。あら、出資会したのかしら。そういうわけじゃない。だが何かしら危険な兆候があるのなら、この生放送を止める必要がある。ふーん、もしかしたら特捜の子たちが正臣さんにも影響を与えてるのかしら。兆候を見過ごして一般人に負傷者を出すわけにはいかない。その兆候がどんなものだとしてもだ。と思ったけど、やっぱり正臣さんだわ。立派な警察官としての意見だったわけね。まあいいわ。普段不愛想に話を中断されちゃうし、今日は思う存分正臣さん相手にオカルト談義をかましてあげようじゃない。加納ゆきの霊は怨念は感じないから生放送にはちょっかい出さないと思うけど、他の子たちが問題ね。少しだけ影から手を回して、玉で栄や松岡のみに危害が及ばないよう、ここの怨念を弱めることはする必要があるわね。そういうわけなら、ここにはいくつかの。さて忙しくなりそうね。科捜研の魔女としての本領発揮よ。ハートつけんな。